カカカカプコンカップププココンンッッ見てる俺さカプコンカップのせいでさ夕方の4時ぐらいに起きる生活になっちゃってんだけどでエンディングウォーカーがかなり強い強いがまだ相手に1,000球がいないので1,000球っていうかその超トップがいないのでま,まだ分かんないけどでなんかねでもねあんまり知識なさそうなんだよな賞味。 まあ1000級って別にカフコンカップ出てる人みんな強いんだけどただその超絶強いっていう人とはまだ当たってないんじゃないかなこっからじゃないエンディングウォーカーの進化が問われるのはこっからそうね全体から見るとエンディングウォーカーのプールってまだ楽な方ではあると思うのようん楽な方エンディングウォーカーのところと NL のところが結構やっぱぬるめなんじゃないかな一応見てる感じはうん NL エネルのとことエンディングウォーカーのとこはちょっとぬるめ。全体から見るとね。ももちんとこは結構きついね。正直。結構きつい。いやっていかさ、いぶきのさ、V トリガーに対してみんな角半入れないのね。マイナス4なのに、誰も入れてないんだもん。<laughs> 知らないのかなそれ変わったっしょ。いや、マイナス4だと思うよ。マイナス4から変わったんじゃないのあ、もうマイナス4じゃないのえ、もうマイナス4じゃないんだ。知らなかった。変わったんだ、むしろ。 俺がぬるかったー今プラス 2? マジで恥ずかしいみんな知らなすぎだろうと思ってたらプラス2だなあなんか変わった確かに一回変わったなちょっと待ってフレーム表見るわおぉプラス2だほんとだープラス2だ変わってる今のシーズンになるときは、ね、変わったいや変わったなー知らなかったー ま学びってもう別にいらないんだけど、この知識。いや、本当に申し訳ない。俺とドグラが相当恥ずかしい思いしてた。みんな角入れないんだなーつって思ってたの。知らなすぎだろーとか言って思ってたけど、俺が知らなすぎだった。さすがにそうだよな。さすがにそうだよな。みんな調べてるよね。知識が足りない。俺ね、スト4の時までは結構知識で食ってたんですけど、スト5はあんまり知識ないんですよね、実は。スト4の時まではかなり知識で食ってた。 全プレイヤーの中でも結構屈指の知識量だったと思うんだけど、スト5はあんまり知識ないっていう、まあ結構最初の方からずっと言ってんだけど、スト4の時はほとんどのフレーム答えられてた印象です。別に今もある程度は答えられるけどね、必要なものは。もっと別のなんか実践の中で、やられ判定がどうだとか、これはキャラゲンだとか、うん、とかそんなんとか、結構なんか詳しいこと多かったね。え、4よりそんなのめり込まなかった。いや、そこ なんか、ね、のめり込むのめり込まなじゃなくてそのスト4って知識がすげえ結果に反映されやすいからあ知識を貯めなきゃなって本能的に思ったんだけどスト5って知識を貯め込んでもそれって結果に反映されることってめちゃめちゃ少ないっていうかその実感しにくいんだよだからそれよりもやっぱどうやって崩すのかとかそのどういうふうに技をかみ合わせるのかっていう方に俺,が俺の本能がいったって感じだね。 俺はなんかそのゲームで何が大事なのかっていう本質を結構見極める傾向にあるので効率の悪いことは結構やんないっていうか、うん、まあそんな感じだったんだよ6はどうなんのかね6はどっちなんのかね6に求められるスキルは何なのかまあ6さすがにガチであるからな、まあまさん6や世界大会目指す最強プレイになることを目指すよもちろんもちろんねそれはもちろんまあ慣れなくはないんじゃないかないけると思いますよ